今日はですね、伝説の企画1対98の最大、こちらをやっていこうかなと思います。どうやらね、その突き詰めにね、突き詰められるとね、トリガーの方がまあ不利というね、ちょっと説も出てるところではあるんで、検証もしながらね、やっていこうかなと思います。お、これまたなかなかカラフルになったね。全部の色がいい。さあ、でもこう考えるとさ、本当にさ、4年前さ、一発で集まったのは割と奇跡なんだなって改めて思うね。あれ一発でしかも落ちたかな、あれが。すげえな、そういうところも踏まえて伝説だったな、あれ。やっぱり、やっぱり、ほい、4年前ガチですごかったんだな、あれって、より一層感じるな。おら、おら、さあ、相変わらずの銃撃戦。でも落下してしまった。あの時は実装した当初だったから、みんな逆に気になってたっていうのもあるだろうからね。そういうところも確かに影響はしてそうだけど。みんなどうなるんだろう、どうなるんだろうっていうワクワクが先行した可能性が高いかもね、4年前は。記念にパフェ取っていく。記念のパフェを取って、まださすがに普通に火力送っていいかなって感じやね。マージンマー入る前にでも減らせる人数が少なくなるから、その手はでも結構厄介な感じにはなるね。30で触っていく。やっぱりでも刺さるんだな。ほい、ちゃんと刺さってちゃんと俺だけ残るのおもろいな。ほい、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 とりあえず50しっかりだね。まあ実力はごまかせないからな。でもな、このテトリスゲームありえんほど実力ゲーなんで。実力は絶対にごまかせないからね。そろそろちょっとここで送りつつやって、結局マージン入るまでにいかに倒せるかゲーなところはあるんだよな。だからだいぶ急がないといけない。これフ
かなり早めに倒さないといけないから、うん、あれだ、ついた。兼用地獄そう、ガチのほぼ満身ゲーなんで、今の40には割と悪くなす、あ、じゃない、40じゃない、今の45か、消えば40だ、まあまあぐらいのペースか、これ。これ40か、めちゃめちゃ人数減らしたら火力が途絶えるタイミングいつか来ると思うんだよな。それで連打積み込めれば勝ち筋が見出せそうだが、どうか。さ、人数を減らすことによって手数をもちろん減らせるから、火力はね、その途絶えるタイミングがいつか来ると思うんだよな。めっちゃ減らせば、そうすれば連組んで立ち回ってって感じにできるから勝機が見出せる。割と立ってるね、これ一番ペースいいぞ。お、ちょっと軽く途切れてきたんじゃない。あ、まあ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 って感じか。今一瞬最大火力になるのかな。お、ちょっと捉えてる捉えてる捉えてる。この隙に連を積み込むことができればって話なんだけど、可能性あるかもね。完全に火力自体は途絶えた。よし、これであります。マージ入ってきたからちなみに油断はできない。これ一人触った、二人触った。はい、どうもこんばんは。ちょっとで送ってくる。事故ないようにしないとね、とりあえずね。一人触っていく。
そう、これ分割投資ね、固定ターゲットにしてるのは。相手の分割、火力分割を送信します、これ。さあ、一人触っていく。当たり向いてない人、漁師ってやつらのもそう強いね。間違いない、それも。それもある。さあ残り3人、とりあえずずれないように押して、ちょいちょい展開しっかり展開取ってきてるから、これはガチでいいな。ビランソルと俺も終わるんで、左の人がかなり展開取ってくるね。左の人あれうまいぞ、かなり。あ、右も取ってきた。おい、あの、俺があれか、右の人を固定ターゲットで送ってるから、右の人はちょっと若干展開取りづらいっていうのはあるのか。結構左狙いでやってたから。そうだよね。それはでもあるな。右の人もでも上手かったね。いや、勝ち確定じゃない、これは。まあ、さすがに有利だけどね。相当有利だけど。多分これチームバトル、パスワードマッチも60分でエラーになると思う、おそらく。やばい、ちょっと、集中力が途切れないようにしていこう。一番の負け、水集中力切れること。これ。攻撃来た瞬間にね、回転してて、その回転が一個入んなくてみたいな事故を起こりかねるんで、そこ注意。このチームのこうやってやってて、この横で、横で設置されて終わるみたいな。お、ここで取ってきたね。38分。いやー、60分まで行って、エラーだけは起きてほしくねえなー。ある程度早く送って、置きミスしたよという、ちょっと合図をかましながら、置きミスした場合に早めに消化してもう一回組み直したりするからね。心理戦も織り交ぜつつ、YouTube で起用されてるぞ。なるほどね。確かに確かに。ミスった。相手が配信して、配信見てるようにちなみにミスってはないです。ちょっとビビった人いる今。さあ、これ展開取ってくる。いやーでもないんですよね。でもこの展開によく持っていったって話だよな、実際。まあ、やっぱりいろんな人を送りながら、この赤、一瞬赤の、ね、あの作戦に切り替えてっていう戦法はやっぱ強かったかもしれない。ちゃんと倒す、あれ早かったもんね、今回。KO をやっぱ早めに取れて、勝機が出たって感じだったね。やっぱかなりきつい寄りではあるな。やった体感。一応まあ、ワンチャンなくはないけど、かなりシビア。って感じたね。
さあこれ展開取ってくれる。うーん、まあこうか。取ってくれる。完全狙いすぎると事故る可能性あるしな。よし、さあしっかりと勝ちをもぎ取っていった。よし勝ったぞ。よし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 。さあなんとか勝つを見出して、この98万、正確にはまあちょっとね緑とかいるけど、勝ちをもぎ取っていこう。3万残ってたら空き巣だったね、やっぱりね。うん、ちゃんと CPU いないもんな、これな。全員スナイプ勢だもんね、これね。最後はそう、ゆっくりさ。まあ、コメントでもあったからね。ネタバレ面白いけど。無理ゲーなんじゃねって思った人ね、見てる人にも多かったと思うけどね。まあ、やっぱり、立ち回り的には多分合ってたと思うな。最初はね、カウンターでバッジを稼ぎつつ、で、終盤になってから、一瞬赤狙いにして、まあ、いろんな人を送って、まあ、できるだけ早く倒すと。で、それいかに早く倒せるかどうかっていうところがミソになってくるね、これね。いや、でもきついね、やっぱりね。4年前と比べるとはるかにきついわ、これ。4年前とかだとさ、もう一人が、上手い人だったら一人が 100% 勝てんじゃねみたいな感じだったけど、これ逆の立場になってるな。一人側はありえん辛いですよ、これ。まあ、もちろん集まるメンバーとかにもいるんですけど、特に俺の部屋は集まるメンバーが強いから、みんな。そういうとこもあって、まあ、厳しいって感じだね。ということで、今日この辺で締めていこうかなと思います。いや、なかなかね、面白かったんじゃないでしょうかね、これはね。皆さんね、今日もご視聴ありがとうございました。